外交ってさっきもね、冒頭でも言ったんですけど、200万、300万、400万、当たり前の世界なんで、10万以下じゃできないよって思ってる方多いんですけれども、小物とかネットもそうなんですけど、うまく活用してもらえれば、外交のデザイン、雰囲気を際立たせることができますので。どうも、宮です。本日は予算10万円で自宅が大満足にできる自然風な外交設備10選というテーマでお話をしていきたいと思います。まあ、この動画はですね、皆さんやはり外交の予算悩んでる方多いと思いますので、なるべく予算を削減したい。外交は終わってるんだけれども、今後お庭もね、なるべく安く作りたいっていう方にはすごくおすすめの動画になってますので、必ず最後までご覧いただくようにお願いします。皆さん外交って結構適当に決めちゃったりとか、なんとなく決めてる人多いですよね。皆さんもわからなくないですか？結構間違えてる人多いんですけれども、実はプロから見たらこれ違うのになとか、もっとこうしとけばいいお庭になってるのになって思うことが結構あるんですよ。こういう風に皆さん分かんないと思うんですけども、プロ目線だと絶対にこうした方がいいとか正解みたいなねものがありますので、今日このあたりも含めて解説しますので、皆さんとても有意義な情報を詰め込みますので、もしこの情報を知らないと大体の方が適当に商品を詰め込んじゃって思ったのと違うとか、劣化しやすくてすぐ壊れてしまった、コスパ最悪なんてこともね多々ありますので、この内容を知っておいてもらえれば長く使えて比較的安くお値打ちなものを買えますので、予算内にも収まるプロ目線で最適解というね商品を提案できますので、ぜひこれもね最後までご覧いただいて、自宅の庭外交に落とし込んでみてください。普段はねカーポートだったりウッドデッキとか外交全体を網羅できるような有益な情報を発信してますので、有益な内容をね見逃したくないという方、今のうちにチャンネル登録の方もお願いします。それでは早速行ってみたいと思います。今回冒頭で皆さん気づいたと思うんですけど、予算10万円ってめっちゃ少ないですか？実際は、まあ、プロでこうお願いしたりすると、外交って100万、200万、300万、400万と当たり前にかかっていきます。なので10万円なんていうものはまずないんですね。でもなんで今回10万円かっていうと、お金がない人とか、予算オーバーしちゃって、ただローンもこれ以上借りられない、現実的どうしようもないって言いますよね。他にもね、庭に関してはなるべく安くやりたいとか、いろんな考えを持ってる方いると思うんですけれども、そういった方にはネットとかも活用してほしいんですね。なのでそういったネットだったりとか、実際にある外交の商品もそうなんですけど、10万以下でうまく使い合わせてもらった方が予算的にも良くなりますし、見栄えもねなるべく落とさず構成することができますので、そのあたりもね今日お話しできればすごく有益な内容になるかなと思います。このあたりをランキングみたいな形で10個ほど解説していきたいと思います。ではまず1つ目、 DIY で作る自然素材のデッキです。今のタイトル聞いて皆さん分かりますか？まあ、自然風な DIY で作るデッキですね。ウッドデッキとかデッキもそうなんですけど、プロにお願いすることが一般的かと思います。多分 99% の方はウッドデッキ屋さんだったりとか外交屋さんにお願いして作る人が多いかと思います。皆さんも多分そうだと思うんですけど、その時に大体値段がまあ40万50万とかそれぐらいかかっちゃう方が多いのかなと思います。とはいえ今回の話ってなるべく安く済ませたいという方多いですよね。なので今日は予算的にどうしようもない、自分で何とか作ってみたいっていう思ってる方にはこのあたりの商品いいですよっていうのをお話したいなと思います。分かりやすいようにちょっと画面映しながら解説していきたいと思います。まずこちらですね。今お話したのが、人工木のウッドデッキですね。これ楽天に一応見させてもらっています。アイウッドデッキっていう名前なんですけども、値段29,980円。めっちゃ安いですよね。既製品みたいな感じで、ウッドデッキを、まあ、現場で置く形になっています。色展開に関しては3色選べます。ナチュラル、ダークブラウン、ブラックっていう形ですね。書いてある通りアイウッドっていうんですけど、オリジナルの人工木製品のウッドデッキ。絶対買ってってわけでは全然ないんですけれども、正直言うと僕らいつも使ってるのはあのメーカーさんリクシルさんとか、まあ、高橋さんとよく使うんですけれども、ぶっちゃけ言うとそっちの方が物はいいのかなと思うんですけれども、今回のテーマでなるべく安くやりたいとか金額重視で DIY というか自分でできるような形っていうことであれば、こういうやつも全然おすすめになったりはします。サイズですね、フェンスとかたくさん書いてありますので、お好きな形で構成することができます。ウッドデッキなのでね、2個買えばその分つなげていったりできますので、サイズ展開もいろいろあるんですけれども、今回に関して言うとデッキの幅ですね、幅が1800、奥行き900、高さが280ということでちょっとちっちゃいです。高さフェンスに関して言うと幅900、奥行き86、高さ800ですね。あと階段がつくと思ってもらえればいいです。さっきあった画像みたいな感じですね。こんな感じになるかと思います。なのでめちゃくちゃ広いかっていうと正直そういうわけではないです。窓から出てちょっとしたワンフロアぐらいですね。値段が前なので、まあ、これなら結構お値打ちなのかなとは思います。お子さんのね転落防止とかそういったところで役立つのかなと思います。注意してほしいのは高さがさっき280ってあったので、家の基礎が大体400ぐらいなんですよ。家から一段ちょっと降りるぐらいの高さにはなっちゃうんですけれども、ここだけはちょっと見てください。これでさっきで29,000円、まあ全然いいのかなと。で今回ねこれをご紹介させていただきました。今回ご紹介したんですけれども、通常ね僕らが使っているものとはやっぱりサイズ感は当然違いますよね。もっと広さね長くしたりとか横幅も広くしたりとかはできます。ネット商品とかだと ある程度サイズに限界があったりとか、何個も、ね、買えば繋げてはいけるかもしれないんですけれども、まばら感が出ちゃったりは
するかもしれません。やっぱり素材感、質感とかは全然違うのかなとは思いますね。これが悪い商品とかそういうわけじゃないんですけども、普段使っているいわゆる業務用のものに関して言うと、なるべくビスが見えなくなっていたりとか、厚みとかもしっかりしてますんで、すごく長持ちというか、交換したい、いやそういった劣化みたいなものはないので、そういった部分では値段は高いんですけれども、いつも使わせてもらっているので実績もありますし、見栄えもねもうちょっとリアル感があったりとかしてますので、とはいえ値段をねなるべく抑えたいという方にはすごくおすすめの商品になりますので、そういったね DIY 系もぜひ検討してみてください。続いてもう一個ねついでにご紹介したいのがこれですね。これもね楽天とかで買えるものなんですけど、これはさっきはねどっちかというと置くだけというか、ホームセンターとかなんか買って組み立てるぐらいに近い感じだったんですけど、今回はどっちかというと、もうちょっと本格的 DIY のウッドデッキのキットみたいな形になってます。こっちは天然木になってます。こんな感じでいろいろあるんですけど、まあ現場でねこうやってビスみたいに行って作っていく形ですね。バラバラになってますので工作というか本物っぽい感じですね。本当に作っていく形なんで、キットじゃないみたいな。ここにビフォーアフターの写真載ってますけど、大体イメージつくと思うんですけど、こんな形で完成するイメージとなっております。これ天然木になってますんで、ハードウッドカチカチの木とかではないので、そこで気をつけるのが一応天然木のシダっていうものになってます。7点セットとかいろいろありますので、買うものによって変わりますけど、まず色合いダークブラウンとライトブラウンの2色展開になってますので、黒かね、茶色っていうイメージ持ってもらって、天然木であれば自分でね、組み立てることもできますので、あまり好きじゃない色とかであれば、薄いね、茶色の方にしておいて、ホームセンターとかで木製の塗料買ってもらって、自分で塗ってもらうこともできますので、もしね、色変えたくなったりした場合は、塗り替えができますので、それは天然木の魅力かなと。電動ドライバーを使用して 1.5 時間で完成しましたとかありますので、もうちょっと長く見た方がいいかもしれないので、3時間、2時間ぐらい見ておけば完成するかもしれませんね。手動では無理なので、電動ドライバーを買ってもらえれば、天然木で自分で作ることができますので、もし人工は嫌で天然をつけたいという方であれば、これもね、プロにお願いすればいいんですけれども、ネットでも売ってますので、このあたりも覚えてください。で、今ね、2つデッキについて解説したんですけど、普段僕らが使ってるものだと、まあもちろんサイズによって値段変わるんですけど、大体ね、30万、40万ぐらい使われる方が多いかな。っていうところ。たださっき紹介した、楽天のものですね。だと2万円とか、まあ、3万円ぐらいでしたね。めっちゃ安いです。だから難しいんですけど、しっかりとしたものを選びたいのであれば、やっぱり20万、30万、40万払って僕にお願いしてもらった方がいいと思うんですけど、とはいえ、まあ、そこまで興味ないって言ったらなんですけど、形だけ整えればいいや。もう一回作ったからこれ以上お金かけたくないっていう方には、ネット商品とか使ってもらえれば、趣味の感覚でね、自分で組み立てたりとか、お子さんと遊ぶ人とコミュニケーションみたいな形で、一緒にね、家族の時間を作りながら作ってもらってみてもいいますし、このあたりは多分人それぞれの考えなので、まあそういった形で DIY 好きとか、チャレンジしたいっていう方は、ネット商品をね、活用してもらえればいいのかなと思いました。業者に依頼した場合のメリットに関して言うと、まず楽ですね。当然、丸投げというか、はい、やってもらえますので。あと、綺麗な精度でできます。DIY だとやっぱ自分の力量によりますので、今までやってた方に関してはある程度精度は高く作れると思うんですけど、これからチャレンジって方でウッドデッキっていうのはちょっと難易度が高いので、ずれてしまうとか、ボコボコなっちゃうとか、あるかもしれないので、このあたりちょっとデメリットかなと思います。自分でやる場合のメリットで言うと、値段ですよね。20万、30万、何十万というものが数万円でできますので、かなりメリットとしては、金額においてはね、高いのかなと思います。デメリットで言うと、正直材質に関して言うと、業務用とか僕らがいつも使ってるやつの方が高いので、正直耐久性だったりとか、デザイン性に関して言うと。なので、そこですよね。天秤にかけてもらって、性能、材質だったりとか、金額っていうところを踏まえた上で、最終的にご判断いただければいいのかなと思います。今回、ウッドデッキについて解説したんですけれども、概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼っておりますので、登録してもらうとそこでね、うちの施工事例書とかプレゼントしてますので、まあ、見ていただけたら、デッキのコーディネートの仕方とか参考になるかなと思いますので、気になる方はぜひ登録してみてください。はい、2つ目、シンプルでおしゃれなガーデンライト。ガーデンライトって皆さん分かりますか？ガーデンライト、お庭のライトを指します。ガーデンライトなんですけれども、種類もたくさんありますし、何選んだらいいか分かんないと思うんですけれども、当然これもさっきと同じなんですけど、プロにお願いした場合と自分でね DIY みたいな形でつける場合をちょっとお話したいんですけど、外交の提案の中でライトって大体まあご提案されたりとか自分も欲しいっていうことはあると思うんですけど、見積もり取ったことありますか？大体ね4万5万ぐらいワンセットするような感覚ですね。商品代もあるんですけど、プラスでこう電気の配線代とか取り付けが費用かかりますので、結構ね思ってるお金かかるなという印象を持つ方が多いかなと思います。個人的な意見だと、やっぱそういう風に業者に依頼してつけてもらった方がいいんですけれども、自分でもできますので、これはねガーデンライト、ネットとかで買ってソーラーライトにですねつけて、それだと配線とかいらないので、この辺りもちょっとお話していきたいですね。これもちょっと画面見ながら話していきたいと思います。はい、こんな感じですね。これ一応ねソーラーライトっていうことで、まあ、ランキング1位と書いてあるんですけど、まずソーラーライトって何かっていうと、これ見てもらうとちょっと分かりやすいんですけど、普通こういったパネル使わないんですね。で、この下のライトが、これがあの本体だけど、このパネル何かっていうとソーラーライトなんで、太陽の光を当てて充電してくれて夜になると光るみたいなイメージですね。電気配線とか工事代がいらない、すごくメリットかなと思
思います。なのでご自身 DIY とかでもやりやすいですよね。自分でこれ置くだけなんですよね。置いて配線をね、まあ、伸ばすだけなので誰でもできます。だからめちゃくちゃ簡単です。一応書いてあるのは植栽の照明に十分な明るさで点灯時間が非常に長く HI モードで15時間、まあローですね、モードで25時間点灯しますということで結構長く使えられますよってことが書いてます。で明るさもこんな感じですよっていうのが書いてあるんですけど、正直もう言っちゃうとソーラーライトってそこまで光量は強くないです。なのでもっと明るくしたいとか家の照明みたいにねライトに関して違和感を持ちたくない方はちゃんと業者さんにお願いしてもらったと思うんですけど、とはいえ皆さんがお金かけてやれる人ばっかじゃないですし、将来的にやっぱここ欲しかったってなっても配線当時も大変だったりするじゃないですか。そういった方にはこれソーラーライトも一応ありますので、お手軽感はあるのでおすすめだったりします。なんといっても魅力的なのがさっき言った配線が楽とかですね、要は施工が楽ですね。こんな形でこれ配線もないし綺麗ですよね。このパネルだけつけるみたいな。金額がさっき言ったようにめっちゃ安いので、まあそういう意味ではおすすめですよね。3780円、これが魅力的なポイントかなと思います。さっき言ったら僕らだと4万5万とかするのが3000円、桁が1個違いますよね。だいぶ安くなりますので、これがすごく魅力的。まとめますと、まあ、金額が安いと配線の工事とかしなくていいので誰でも簡単にできます。皆さんでもできます。それがすごく大きなメリットかなと思います。はい、ということでね、今解説したのがガーデンライト、まあ、いわゆる DIY でできるようなソーラーライトをご紹介しました。3つ目、癒しの空間を作る小型の噴水です。庭にもこういった噴水とか水のアイテム、ウォーターガーデンっていうのを入れてもらった方が空間としてちょっと癒されますし、他の家ってあんまこういうことやってないんですよね。なのでぜひねこの方に活かしてほしいなと思います。僕も自宅に壁線とかあったりして、まあ、ボタンを押すと滝みたいな水が出たりするんですけど、工事以外しようと思って結構大変だなと思ったんですけど、ネットでも売ってますのでできますよっていうのをちょっとご紹介したいなと思います。ちなみに僕の家とかこう壁線があるような話なんですけど、実際の写真見るとこんな感じですね。画像見てもらうと分かるんですけど、こんな感じでこの壁の部分から水が出てて、1段目2段目3段目とか上からこう水が流れて下行って、一番下で水が溜まってちょっと池みたいな感じなんですね。でまた下にポンプがあって吸い上げて、また上との口の部分から落ちてみたいな感じで壁線を作っています。こんな形でウォーターライトとか入れると雰囲気も出ますので、もしね水の雰囲気とか好きっていう方であれば壁線とかぜひ取り入れてもらうといい感じになります。これはしっかり作ったバージョンなので、そこまでしたくないよっていう方も多いと思いますので、であればネットで商品もありますのでこの後も紹介していきたいと思います。それがねこちらになります。見た目が噴水の形でこう広がるんですけど、これソーラーパネルで一応できるらしいです。ポンプがあるので水を吸い上げますので、水たまりを作ってその中にポンプを入れるイメージです。だから芝生とかでは使えないので、これ入れてもらうと中もこんな感じで、結構僕は好きなんですけど噴水みたいな感じで作ってもらいます。結構面白いですけどね。何をやるかっていうと特にないんで、回しておいて景観を楽しむとか音を楽しむっていうのがメインになるのかなと思います。池みたいに作ってもらった方にはいいのかなと。金額がですねめっちゃ安くて、これが6980円、めっちゃお値打ちなのでぜひ買ってみたいなと思います。続いて4つ目、家庭菜園で楽しむ自然な庭作り。結構でもね話聞いてると庭で家庭菜園したいっていう人多いですし、今後チャレンジしたいなみたいな形の人多いので、結構気になる内容かなと思います。家庭菜園って結構簡易的で皆さん作るんですけど、大々的に作る人はあんまりいなくて、家の庭の隅っこにちょっと区切って、周りが人工芝だけどそこだけ土にしとくみたいな、こんな形で家庭菜園作る人多いですね。これであれば結構僕もおすすめなんですけど、何かあってやめたいってなった時もまたそこ芝生で埋めれば終わりなんで、大体的にこうしっかり花壇とか作っちゃうとやめ時がなくなっちゃうんで、これもね簡単にやりやすいキットみたいなのだったんで、これもネットのものを紹介したいと思います。それがこちらになります。プランターみたいな形ですね。置き型の。これが結構面白くて、割と本格的というか、これが結構画期的で、値段が19,800円、さっきより高いなと思った方いると思うんですけど、機能が結構すごくて、水やりがとても楽なシステムが入ってて、植物が自ら適当な水分を補給するので、植物を育てたいけど、水のやりのためには分かんないという方におすすめって書いてあるんですけど、自動的にある程度水をやってくれるみたいなイメージですね。これがズボラな方というか、おすすめな商品だったりします。自分で庭の家庭菜園とか作っちゃうと水を自分であげたりしなきゃいけないんですけど、水を溜めとけれるようなイメージですね。それが結構良かったりします。まず見た目もちょっとおしゃれな感じで作ってありますね。さっきの話したのはこんな感じです。ここの部分に水を溜めとくだけで植物自身が欲しい時に水を吸い上げますって書いてあります。こういった機能もあって、なおかつ見た目もちょっとおしゃれな感じなので、値段がしっかりしてるんですけど、サイズもね82センチ、奥行き37、高さ78と、まあ、しゃがんだりしなくてもできるぐらいの高さなので、それも楽。地面とかだと毎回座ったり、ね、しゃがんだりして作業しなきゃいけないんで、腰を痛めたりとか作業がしんどいっていう方が多いと思うんですけど、立ってできるんで結構楽かなと思います。楽だからこそ続けられるっていう部分もありますので、これでね19,800円ならいいのかなと思います。ということで今回このプランターをご紹介しました。これをね外交でちょっと組み合わせたいなと思った方であれば、これを庭のど真ん中を置く方はいないと思うんで、ウッドデッキがあったりしたらウッドデッキの端っこだったりとか、タイルテラスの端っこだったりとか、
庭の端っこでもいいし、もうちょっとメリットを言うと、庭って日当たりもあるじゃないですか。一部、花壇を作ったけど日が当たらなかった、そういったケースあるかもしれないんですけど、こうやってプランターものであれば、季節によって真夏はここでもいいし、でも冬になると影の感じとか変わっちゃうんで、移動とかもできたりしますんで、結構このプランターっていうのは自由度、融通が効くのでおすすめだったりします。続いて5つ目、ガーデンパーティーに最適なアウトドアキッチンですね。まあ要はガーデンシンクですね。おすすめしたいと思います。僕ら造作とかで、ね、作り込んでデザインして提案することもありますし、前ね、高橋さんの紹介したんですけど、ちゃんとしたシンクがあって、でもめちゃくちゃ値段高いんですよ。おすすめではあるんですけど、高いんで、あんま出る商品ではない。これがネットとかでも買えたりはしますので、この後もちょっと紹介したいなと思います。はい、こんな感じですね。人工木のガーデンシンクっていうものをちょっと今日はね、ご紹介したいと思います。幅1000、奥行き780、高さ50という形で色も3色あります。アッシュブラウン、ブラウン、ホワイトという形でね、3色展開されております。26,320円、これぐらいの金額なら買いやすくないですよね。なので、いいのかなと僕は思います。ただ、一番ネックなのはシンクなので、給水とか排水に関して言うと、自分でできないはずなので、この辺りはちょっと業者さんに依頼してもらわなきゃいけないんですけど、本体の組み立ては簡単です。給水だったり排水とかに関しては業者さんにお願いしてもらって、つけてもらうというふうにやりますので、外交のタイミングとかで一緒にね、これやってくださいとかお願いすれば、当然ね、費用かかると思うんですけれども、割と安価に作ることができるのかなと思います。なぜかというと、26,000円という、まず本体代プラス、給水とか排水だけ組み合わせるぐらいだったら、まあ数万円できますので、トータルで見ると同じに仕上がるのかなと思います。これ一つ買えば、満足いくものが作れるかなと思います。シンク憧れ持ってる人いると思うんですけど、ネットとかね、駆使してもらえればいい感じに作れますので、ぜひやってみてください。続いて、6選目。子供が喜ぶ庭作り。皆さん、意識して考えてる方多いと思うんですけれども、結構子供ってアクティブなんで、年齢もいると思うんですけど、1歳、2歳、3歳ぐらいの、ほんと小さいお子さんでしたら、こういったね、アイテムがあってもいいのかなと思います。それをちょっとご紹介したいと思います。はい、こんな感じなんですけど、ブランコですね。ブランコとかあると面白いですよね。こんな形でやっぱり小さいお子さんだとブランコ喜ぶと思いますんで、お庭に置くだけなので気軽に遊ばせやすいのかな。幅とか奥行き参考まで。幅が一番広いところで言うと134センチ、奥行きが184センチ、高さも186センチあります。なのでほんとちょっとした簡易的なブランコ、砂場の画像を見てもらうと分かりやすいんですけど、結構しっかりとしたブランコなんで、こういうのがあればわざわざ公園から積むし、周りに公園がない方であればいいのかなと思います。やっぱり公園が周りになければ毎回車を出していかない、休日にしか行けないってことになっちゃいますんで、お庭にこういったブランコとかって喜んでくれそうですね。これもね、10万円とかしたらちょっと抵抗あるじゃないですか。で、金額見てもらったらいいんですけど、22,680円って結構お値打ちなんですよ。これがまたいいのかなと思います。お子さん向けのこういった遊ぶ道具っていうのはネットとかうまく活用してほしいなと思います。これが、ね、22,680円なので、皆さんぜひ買ってみてください。続いて7つ目、洋風な自然が楽しめる目隠しの角柱です。角柱といっても天然木だ。アルミの角柱何でも使えます。基本的に単品商品なので幅とか自由なんですよ。幅を詰めれば目隠しっぽくもなるし、離せば雰囲気作りだけ、要は侵入防止とかそういったもので使えます。カタログ見てもらったら分かるんですけど、こんな感じになります。サイズも難しくていっぱいあるんですよ。アルミの単品のもので取って勝手につけてるようなイメージなので、サイズも好きな形でつけてもらいます。僕個人的にはこの60角とかこのぐらいがおすすめですね。使って60角か75角の2択かなっていう感じ。100角とかでもいいんですけど、結構太くなります。100角だと、まあイメージカーポートの柱とか、あれに近くなっていくぐらいのついです。なるべく細くさりげなくなったら、60とか75とか、この辺がおすすめだったりはします。こういう形で、もう単品に好きなものをね、取り寄せて作ってるだけです。一番下にすると、枕木風の角材とか、これ幅170の厚み85っていう形ですね。金額もね、書いてあるんですけど、アルミカラムが27,300円、ラッピングカラムが35,900円という値段になります。単品でお見せしてるのって分かりづらいですよね。過去に高橋さんのショールームにお邪魔して動画撮影して全景見えてますので、これよかったらね、過去の動画ちょっと見返してみてください。これがね、実際の施工事例になります。これはね、天然木で活用したんですけれども、ガビオンというちょっと、ね、インパクトのあるやつの隣に、まあ侵入防止とかちょっと抜け感出したいっていう時には使ってますね。要は全部フェンスとか壁で囲うとちょっと圧迫感とか息苦しいと思う方いると思うので、角柱とかでちょっと隙間作ってあげて抜け感出したりっていう方もありますので、こういった形で使ったりします。でさっきお話したように、角柱と角柱の隙間を短くしてあげれば目隠しになりますので、この辺りは自分がどこに重きを置くかで変えてもらえばいいのかなと思いますので、ぜひ活用してみてください。8000目ですね。置くだけの花壇です。さっき花壇紹介しましたよね。プランターの感じはなんか嫌だっていう方に関しては、これがおすすめだったりはします。置くだけレンガブロック
ですね。色がクリーム、オレンジ、ミックスっていう形で3つパターンがあります。見ての通りです。置くだけで花壇が完成します。これ要はフレームだけ届くと思ってください。中には自分で、ね、砂とか土入れてもらって作る形になります。他にもね、いろんな形あるみたいなので、この辺はお好きな形で作ってみればと思います。置くだけなのでめっちゃ簡単、誰でもできます。これの枠が届いてつけて、ホームセンターとかで砂買ってきてもらって入れれば完成っていう形なので、じゃあ楽です。置くだけなので、いらなくなったら簡単に処分もできますので、取ったら押しやすいです。現場で僕ら作ろうと思うと、やっぱりモルタルとかコンクリート練って固定したりするので、外れなくするんですよ。そっちの方がいいっていう方も当然いると思いますね。そういう方であれば外国人にお願いしてもらった方がいいと思います。反対に、そこまで業者にわざわざ電話して、今見に来てもらって、見積もりもらってっていう、そこまで大げさなことはしたくないっていう方であれば、ネットでこれ買ってもらえれば、置くだけで、ね、自分でできますので、まあそういった方にはおすすめいたします。特に値段だけ見てもらっても、花壇だけお願いしたら5万とか、それぐらいするんじゃないですか。もうちょっといくかもしれないですね。でも、置くだけレンガだったら1万6千なので、金額的にも安いので、お手軽に作りたい方であれば、こういったネット商品も活用してみてください。続いて、9つ目、リクシル新商品の機能モジュールです。さっきまでちょっとネット商品が多くて、それはそれでいいのかなと思いますけど、もうちょっと外交官の人があるので、この辺り、モンチューになります。機能モンチューですね。造作のモンチューが好きな方、僕もお勧めしてるんですけど、そういった方が多いかと思うんですけども、機能モンチューも一応使えますよということをご紹介していきます。機能モンチューまず何かというと、こんな感じなんですけど、既製品のモンチューですね。これ買えば、これがつくみたいなものです。名前は機能モンチューの FW って言うんですけど、今回のテーマが自然風なので、機能モンチューもたくさん種類があるんですけど、その中でこの FW っていうのをご紹介したいと思います。理由としては、色がですね、クリエモカ、クリエダーク、チェリーウッド、オークって形で、木目調なんですよ、ベースが。他の商品だと黒とかシルバーになっちゃうんですけど、自然風って考えると、このあたりの木目調の相性が。値段に関して言うと、カスタマイズの仕方によって値段が変わってきます。一番安い組み合わせとかにすると、62,400円から可能になります。プラスオプションでね、照明をつけたりとか、表札の種類を変えるとか、ポストの種類を変えるとかもできるんですけど、そうすると値段が一つずつ変わっていくっていう仕様になっています。ナチュラルにしたいっていう方に関しては、やっぱ木目調がさっき言っておすすめだったりするんですけど、参考の施工例とか見てもらうと分かるんですけど、機能モンチューの隣に、さっきご紹介した角柱とか並べてもらうと、モンチューも雰囲気出せますので、造作とかで重くしたくないっていう方は、こういった抜け感を出しながら、拡張とか組み合わせてもらうとおしゃれな形で仕上がりますので、これもね参考にしてほしいなと思いました。で、機能モンチューやっぱ嫌っていう方もね多いと思いますけど、好みになってくるかなと思います。僕もね造作でタイル貼ったりとか、そっちをおすすめはしてるんですけれども、どうしても予算がないっていう方にはね、そればっかおすすめしても結局現実物作れないっていうのが結論になっちゃうので、もし予算を落としたりとか10万以下しか難しいっていう方に関しては、この機能モンチューとかね、当然組み合わせて工夫して作ってほしいなと思いました。続いて最後10個目ですね。オープン外交に最適なデザイナーズアイテムです。これ皆さん見てもらってどう思いますかね。これね、商品で言うと手すりになります。特徴としては持つ時に結構楽なんですけど、見た目が結構スタイリッシュになります。普通手すりって全体が尖ってたりするんですけど、曲線になってて丸みを帯びてる商品になります。デザイン性を出しているのでデザイナーズレールっていう名前の手すりになります。商品に関しては高さがね40センチと80センチで選べます。これをうまく応用して作ってもらえばいいかなと思います。うちの施工例でもあるんですけど、これやちょっと手すりっぽくはしたんですけど、こういった形で空間の間仕切りみたいな、実際これ手すりとしては使われてないんですけど、2世帯だったので縁切りみたいな感じで手すりを使うみたいな感じですね。実際に持ったりほぼしないと思うので、手すりという商品なんですけど、使い方によってはイメージを変えられると思ってもらえばいいのかなと思います。手すりって皆さん玄関のところにつけるイメージなんですけど、そうじゃなくてデザインとして使うみたいなイメージ。さっき言ったように持ったりはあまりしないと思うんですけど、空間を遮るフェンスみたいなイメージで使ってたりとか、植栽のところに高さ40センチなんで手すりとしては到底低いんですよ。でもそれを置くだけで雰囲気が良くなるみたいな形で使ってもらってるので、名前の通りデザイナーズレールなので、メーカーとしては手すりとして商品を出したんですけど、外国のプランナーさんとかお客さんに関して言うと、あまり手すりとして使われてなくて、僕がお見せしたような雰囲気の作り方、演出みたいな形で使われてることが多いでしょう。金額で言うとサイズによるんですけど、安く 46,400円からっていう金額になってますので、10万円以下でも十分に作れるからっていう金額になってますので、デザイン性を上げたいとか手すりもちょっとおしゃれにしてっていう方に関しては、このリクシルのデザインマズでおすすめだったりしますので、ぜひ、ね、使ってみてください。はい、ということでね、本日は予算10万円以下できる自然風な外交設備というテーマで解説をさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。外交ってさっきもね、冒頭でも言ったんですけど、200万、300万、400万、当たり前の世界。10万以下じゃできないよって思ってる方多いんですけれども、小物とかネットもそうなんですけど、うまく活用してもらえれば、外交のデザイン、雰囲気を際立たせることができますので、ご紹介したものをぜひと見てほしいなと思いました。ネット系のアイテム多くしたんですけど、外交のデザインっていうのは割と外交屋さん提案してくれるはずなんですよ。外交屋さんって基本外交のカタログ見ながら提案することが多い。ネット商品の提案ってまずしてくれないと思って、
ので、このあたりをうまく活用すれば、お客さん目線と外交のプロの目線、うまく組み合わせて、安くていいものができるはずなので、ネットっていうのをね、うまく活用してほしいなと思って、今日ご紹介をさせていただきました。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画がいいなと思った方、高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。他にも概要欄の方に公式 LINE のリンクが貼ってあります。登録していただきますと、豪華5大特典をプレゼントしています。まず1つ目は、オリジナル施工事例集全90ページの大ボリュームの特典となっております。2つ目は、基礎商品特集全80ページの初心者必見特典となっております。3つ目は、特選商品特集。4つ目、外交チェックシート全35項目。5つ目は、登録者限定動画のプレゼント。他にも動画でお話しできないような内容もこっそり公式 LINE ではお話ししてますので、見逃したくない方は今のうちに LINE 登録をお願いします。このチャンネルでは失敗しない後悔しないための外交作りについて情報を発信しております。今日の話を聞いて分かんないこととか質問があればどしどしコメント欄の方で教えてください。僕もね見させてもらってますので回答させていただきたいと思います。今日の話聞いてこれが欲しいとかこんなのないですかというので、ね、また教えていただけたらそれについても、ね、動画も撮りたいと思いますので皆さんねコメントお待ちしておりますのでぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。まあ、最近ね、結構問い合わせ増えてますね。めちゃくちゃ毎日お問い合わせいただいてますんで、まあ、YouTube やる前とやった後結構違うぐらいあるんで、やっぱ今時 YouTube は必須かなと思いながらやってるんですけど、おかげさまでね、結構全国的にお問い合わせいただいてますので、一緒にね、外交やりたい、作っていきたいっていう方ね、ぜひご相談でいいので、お問い合わせ待ってます。僕の動画見てくださってる方、皆さんね、行ってなくても結構お問い合わせいただいてるんで、引き続きね、例えば北海道で外交できないんですかとか何でもいいので、お問い合わせいただけたらお相談にね、言わせていただきたいと思いますので、ご相談待ってます。で、他にもね、どうやって外交を広げていいか分かんないと思ってる業者さんとか一緒に相談も乗りながら、ね、やってますので同業者さんの方もねぜひコメントとか教えてください。 YouTube やる前はあんまりこう同業者さんと絡む機会なかったんですけど最近こう同業者さんの方でもいろいろご相談乗ったりしてますのでお客様同業者踏まえていろんな方つながっていきたいと思いますので概要欄でもいいしメールでもいいし、まあ、インスタとか DM でもいいし何でもいいので気軽にご相談いただけたらと思います。47都道府県を1、2年中でね狙ってますのでぜひ皆さんご協力してください。お願いします。